ゆきのアートグレイス。皆様こんにちは、パーソナリティのゆきです。番組がスタートしまして、今日で10回目の放送を迎えましたが、皆様最後までどうぞお付き合いください。こちらの番組はセルフプロデュースにて、フラワーアーティスト、ハンドメイド作家、シンガー、マルチクリエイターとして表現制作を行っております、アラフィスアーティストゆきがニューヨークカーネギーホール出演までの歩み、そしてこれからの夢や職業を通しての話、私の生きてきたストーリーなどを交えながらお話をする番組です。 PA はミキさんと、この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオと自宅スタジオリモート収録でお送りしてまいります。はい、皆様改めましてこんにちは、パーソナリティのゆきです。今日はですね、3月の19日ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私はですね、昨年の CD 販売に続きまして、今年はハンドメイド商品の販売を今月からですね、こちらは委託ではありますが、まあ、ハンドメイド商品の店舗販売や出店販売がスタートしました。2月はですね、本当に制作、怒涛の日々をまだ過ごしておりました。私がね、作っている商品といいますのが、またちょっと手の込んだ商品でして、まあ、身近な、まあ、生活インテリア雑貨であるのですがね、まあ、お花を使いまして、まあ、液体をね、硬化させて作るんです。これがね、またね、効果がうまくいかないんですよ。まあね、お花によってはね、色が変色してしまったり、まあ温度によってね、固まらない時があるんです。まあ私の場合は、一度硬化させてから、また、まあ別の液体で二重に硬化しているんですね。まあそれはなぜ、まあ二重に、そういう作業を行っているかと言いますと、さらに、頑丈にね、壊れにくいように強化をさせているんです。まあ私の、人間のようですね。今日はですね、そのハンドメイド商品、まあ、前回の放送でどのようなものを扱っているのか、そして今月からどのような場所で販売していくのかなどね、こういったお話をしていきましたが、今日はですね、なぜハンドメイド商品をやることになったのか、まあ、きっかけなどをお話ししてまいります。今回もね、なぜハンドメイドについて触れようかなと思ったのはですね、実は同業者の方、要はハンドメイド作家さんですね、興味を持ってくださったり応援くださったり、まあ、ラジオやね SNS で見たり聞いたりしている方がいらっしゃるんですよ。まあ、そういった方々から、ぜひハンドメイドのことに触れてみてくださいっていうね、お話を、まあ、聞きたいとという要望などがありましたので、まあ今日はね、お話をしてみたいと思います。そしてですね、後半はですね、昨年ですがリリースしました、デビューメモリアル CD について、まあ、楽曲との出会いや、まあ、いきさつ、まあ、どういった方々が制作に関わり、完成に至ったかなどね、お話をしてまいります。まあ、こうやってお話はね、本来なら、リリースの時にね、ミュージシャンの方でしたら、プレスリリース、まあ、紙面や、まあ、ネット、いろいろなところでね、告知などをしているんですが、まあ、私の場合は、セルフプロデュースということで、ブログなどで、さらっと、まあ、書いているぐらいでね、詳しくお伝えしていないんです。ですのでね、今日はせっかくですので、お話ししていこうかなと思っております。
それではね、皆様最後までどうぞお付き合いください。はっきり言いましたね。自分がね、ハンドメイド作家になるとは思っていなかったんですよ。と言いますのは、親戚ね、身内に、ハンドメイド作家がいたんですよ。手先がとにかく器用で、小さな頃からね、見ていたんです。お店に並んでいる商品のね、パッケージのデザイナーですね。そういうのをね、しながら、ハンドメイド作家をしていたんですよ。この商品ね、私のデザイン、とかね、今月ね、この雑誌に載るね、とかね。リアルにね、かっこいいなと思って見てました。とにかく夢のあるお仕事なんだなって。ただね、とてもじゃないけど、自分にはとてできないと。他人事のようにね、当時は見ていました。それでね、コロナがなかったら、やっていなかったでしょうね。で、コロナの前あたりですかね、ストレス。と言いますか、体調がね、あまり良くない時期があったんですよ。このような私でも。今思うに、更年期障害。私も正直年齢的にはね、アラフィス、50代に間近ですのでね。そんな時にね、スタンダードなんですけれども、ハーバリウムに出会いました。ドライフラワーやプリザードフラワーなどをね、瓶に詰め込み、専用のオイルで浸すことで、生花のような美しさを長い間保ち、楽しむことができるインテリア雑貨なんですけれども、作っていてね、自分が癒されているのがわかるんです。それから、ちょうど自分にね、合う先生に出会えまして、そこで、ディプロマを取得しましてね、様々なものを制作するようになりました。そこからなんていうか、子供のようでしたよね。興味というかね、これ作ってみようかな、あれ作ってみようかな、みたいな感じで。アロマワックス社製。発音が良くないな。アロマワックスサーシェですね。あとはキャンドルホルダーとかね、フラワーリース。そういったものをね、作っていく中で、ハーバリウムの箸置きやコースターをメインに制作するようになっていったわけなんですよ。そこからまた、先ほども申し上げましたが、独自の工程で、作品のね、制作をするようになっていきました。私ね、お歌を歌っておりますので、自分のアーティストグッズのつもりで作っていたんですよ。それでね、コロナになってしまいまして、おうち時間が増えていったんです。エンタメ業界といいますのはね、皆様もご存知の通りね、外での活動は厳しい状況になりました。在宅ワークをね、取り入れるようになりまして、自分がね、経験したことですが、お花はね、見ているだけでも癒されますので、ちょっとしたことにも意識を向ける、そんな生活を始めてみませんか?という思いで、ハンドメイド事業を立ち上げたんです。日本にはね、本当素晴らしい四季というものがありますので、春夏秋冬、季節に応じたお花を見ることによって、季節感を失わずにね、いられたら良いなって。で、ネットによる通信販売をするようになりました。はじめはね、一つも売れないんじゃないかなと思いましたが、実際ね、蓋を開けてみまして、初めて見ました、この商品とか、綺麗で癒されますとか、プレゼントにね、ちょうどいいですとかね、お客様にね、いただけるようになりまして、今ではね、もう7割、6割、7割はもうほとんどプレゼント用でお買い上げっていうかね、くださる方多いです。今年でね、3年目ですかね。昨年、ニューヨークのね、カーニングホールの方でもね、こちらの、商品といいますか、作品は出展させていただきました。制作しているときはね、楽しいというよりね、苦しいときの方が多いですよ。それはね、納期がありますので。楽しいというのはね、趣味でやっていたときでしょうね。引き換えに、何よりお客様に喜んでいただけるのは、とにかく嬉しいです。
だからできるんでしょうね。まあそんな感じで、私はハンドメイド作家をしております。はい、続きましてね、昨年リリースしましたねデビューメモリアル CD についてお話をしてまいりたいと思います。その前にね、デビュー メモリアル CD の中から上を向いて歩こうすき焼きをお送りしますので、ぜひ皆さん聞いてください。上を向いて歩こうすき焼きをお送りしました。後半はですね、昨年リリースしましたデビューメモリアル CD についてお話ししてまいります。上を向いて歩こうこの曲との出会いですがね、小さな頃から聴いておりました。坂本九さんの名曲ですよね。我が家の親も、とても好きな曲です。昨年カーネギーホール海外ステージデビューが決まりまして、楽曲の選曲をしているときに迷うことなくこの曲が出てきました。寝ているときに頭の中で流れました。歌うにあたりまして、私は楽器が弾けませんので桶をどうするか、だいたいねどういう楽器構成でいくかイメージができていたんですね。ピアノの弾き語り、私はねピアノの弾き語りで歌うのが好きでして、それに合う音源を探そうとなりました。YouTube とかでね、まあいろいろね、探しておりましたら、英語で上を向いて歩こうすき焼きを歌われている方がおられたんですね。そのピアノ伴奏が私の中に入ってきまして、要はフィーリングですね。で、こちらのねアレンジなどを含めた演奏している制作所の方に連絡を取りまして、まあ、事情を説明しまして音源を使うことになったんですね。
心よくお受けくださいまして、相手の方もプロで活動されている方でしたので、トントン拍子に話が行きました。まあ、YouTube でね、2800人の登録者がおられるピアニストの海さんという方ですね。まあね、リリースした時にね、海さんが宣伝してくださいましてね、 CD のジャケットにお花を用いた画像を、使用してるんですが、同じようにお花を添えて画像をアップしてくださったんですよ。素敵ですよね。とっても嬉しかったです。せっかくね、カーネギーホールに出演するなら CD を発売しようと、まあ機会がないとね、発売はできませんので、そう決めてからは楽曲の完了されておられます八大コーポレーションさんにこの度のリリースの概要などをお話ししまして、発売 OK のお返事を心よくいただきました。コロナの問題があり、主催サイドよりね、渡航状況がね、見えない状態でしたので、担当者の方より、ゆきさん大丈夫？などね、心温まるお気遣いをいただき、大きな励みになりました。そして無事リリースにこぎつけることができたんです。プレッシャーあったでしょう？いろいろな方々に言われることがありますが、プレッシャーはありません。まして嬉しく大切に歌わせていただいておりますという気持ちしかないんですね。音楽を始めてから50年間近のね、念願のデビューですので、たくさんの方々に聴いてもらいたい。まあね、下を向いて歩いていた時期もありましたが、上を向いて歩こうという曲をね、いただいて、さらに下を向くことはあまりなくなりましたね。今回ね、こちらの楽曲のレコーディングに当たってくださったのが、ボイストレーナーでありね、アーティスト、ミュージシャンでもある川上二郎さんなんですね。まあ、川上さんは、まあ、1980年代の終わり頃からかな、まあ、1990年代に活動されていた、クスクスというバンドのボーカリストの方ですね。バンドブームの頃でしょうか、私はバンドブームの頃はもう川上さんのことは知らなくて、ボイトレを受けてみたいなという気持ちがありましたので、ちょうどその時にね、川上さんが SNS、まあ、Twitter をね、配信されていて、ボーカル教室の内容や動画配信をされていたんです。それをね、まあ、私1年ぐらい見ていたんですね。そして連絡を取りまして、レッスンを開始しまして、まあ、生徒ですので、アドバイスを受けながら、レコーディングに至ったわけです。あ、川上先生のレッスンはね、笑いが絶えないです。楽しいですよ。先生もね、番組にお招きできるといいなぁとも思っておりますけれども、CD ジャケット1枚のね、裏表ですので、クレジットまで書けないんですね。で、皆様には、スペシャルサンクスという形で表記をしますと連絡をしまして、サンプル版を送って、私はニューヨークに旅立ったわけです。それではここで、デビューメモリアル CD の中から、明け風をお送りします。お聴きください。夢の中ゆくいしとねにそっと見る
お送りしました、この曲との出会いはですね、林明日香さんがね20年ぐらい前でしょうかね、歌われていて、なんて素敵な曲なんだろう、感銘を受けたのが出会いです。その後ね、作詞をされた鈴木健二さんとの出会いがありまして、現在はいらっしゃらないんですけれども、私の歌を初めて聴いてくださった教会の方です。でも歌った曲は中島みゆきさんの銀の竜の背に乗ってで、東京でね初めてレコーディングの経験をさせてくださったのも鈴木先生です。その時もねまたちょっとあの別な曲を歌ってました。はい、そして人生初歌舞伎町のゴールデン街に飲みに連れてってくださったのも鈴木先生だったんです。まあ、一度もね本人の前で明け風を歌ったことがないんです。まあ、その時の心境はね、ご本人を前にね、なかなか歌えないかったんですよ。歌えないもんだったんです。やっぱいろんな、こう作った方の前でっていうなんか緊張があったんですかね。でも、いつか歌いたいと思っていた曲なんですね。そして、いつか自分が成長したらお仕事をしたい方だったんです。毎年ね、鈴木健二先生を忍ぶ会というものが関係者の方で行われておりまして、2年前かなオンラインで出席したんです。皆様ご無沙汰しておりますとご挨拶をしまして、鈴木先生と一緒にねミュージックソムリエ協会をされておられる、理事長の、高安さやかさんや明け風の作曲をされておられる山移り高弘先生がおられまして、楽曲ができたエピソード、貴重なお話の数々を聞かせていただきまして、昨年の忍ぶ会の時に歌いたいんだというお話をしまして、まあ、いろいろアドバイスをね、くださり、渡辺音楽出版さんのご協力もいただきまして、リリースになりました。まあ、ミュージックソムリエ協会、こちらはね、鈴木さんが創設された時からね、私知っていたんですがね、なかなかお勉強する時間がなく、まあ、一昨年でしたかね、まあ、ミュージックソムリエという資格の一つ手前なんですが、ミュージックソムリエミュージケーターを取得することができました。こちらはね、作品の魅力を自らの感性ね、表現力でレコメンドできるプロとして認められ、いわゆる、なんていうのかな、プロのリスニングアーティストを育成するような場所ですかね。まあ、そういったものをね、生前の、まあ、あの、
松木先生はお好きになっていたということなんです。はい、そしてエンジニアや桶の製作はですね、若手の、匠さんと桜井浩樹さんが担当くださいまして、私の桶の製作に当たってくださいました。匠さんはね、バンドの方で、コンテストで賞を取られている方で、桜井さんの方も業界でエンジニアの経験が長く、私の希望に沿うように、作業を、ね、してくださいました。そういったね、素晴らしいプレイヤー、エンジニア、そして先輩方々のご協力のもと、明け風のカバーをリリースすることができました。関わってくださいました、方々にね、本当はCD 発売した時にはリリースおめでとうってね、メッセージをいただきまして、本当感謝です。こちらはね、スペシャルサンクスにね、名前を表記しておりますがね、本当に私も宝物でございます。多くの方々に聞いてもらいたいです。はい、そしてね、これはね、私からの希望というかね、あるんですけれども、アーティストの応援というものはね、様々な形があるんですがね、CD をね、お買い上げいただくこと、配信サイトでね、ダウンロードいただくことが、一番のアーティストの応援支援になります。皆様がね、お買い上げくださることで、こちらのラジオ番組のね、配信もそうですが、制作活動ができ、作品の販売にもつながります。私に限ったことではありません。セルフプロデュースでね、活動している多くのアーティストの方は、似たような境遇におります。どうかね、皆様、応援のほどよろしくお願いいたします。それではここで告知などをさせていただきます。私のデビューメモリアル CD 絶賛発売中です。シングル3曲入り、オフィシャルサイトで販売しておりますので、チェックの方をしてみてくださいね。カーネギーホールで出展しましたハーバリウム箸置きをプレゼントしております。一つ一つ手作り、数に限りがありますので、この機会にぜひお手に取ってみてください。音楽配信ストアでもご視聴いただけますので、よかったら聞いてみてください。SNS、ネットなどでは、アートグレイス、ユキと検索いただきますと、オフィシャルサイトが出てまいります。私、ハンドメイド作家もしておりますので、ハンドメイドのオフィシャルサイトも見ることができます。ハーバリウムの箸置きやコースターなども出品しておりますので、よかったら作品なども見てみてくださいね。サポーター、スポンサー、ショップ様、お仕事のご依頼などは、オフィシャルサイトのコンタクトにお問い合わせください。ございます。あっという間の30分でしたが、いかがでしたでしょうか。今日はですね、ハンドメイドの話、そしてデビューメモリアル CD、 楽曲との出会いや発売に至るお話をしてまいりました。引き続きね、番組をお聞きになった感想やコメントは、オフィシャルサイトのコンタクト、もしくはブログのコメントの方へお寄せください。番組でご紹介させていただきます。今時期ね、私は乾燥、そして花粉症で目が痒くて大変です。毎回言っておりますが、体調管理に気をつけて過ごしてまいりましょう。こちらの番組は、夢の種放送局東日本第一チャンネル、日曜日2時から2時半、アートグレース、パーソナリティはゆきでお送りしました。今日は聞いてくれて本当に本当にありがとう。来週の昼下がり、またこの時間にお会いしましょう。